苦情感に帰っていいのこれ。でも気持ち的に苦情感に帰りたくないよ俺は。なんかもう自分の家も思い出せんしな。寂れた駐車場から公道へ出ると苦情感に向けて車を走らせる。夜の闇に浮かぶ街灯を数えながら頭の中でバンシーから聞いた話を整理していた。50年前地下壕で起きた官能兵の機動と暴走、それは陸軍の実験の成果ではなくあいつの仕業だという。あいつと官能兵の脅威に陸軍はなすすべがなかったようだが、例のホテルです。念能力者であった当時の九条家の当主が念事物を使ってそれを解決したそうだ。うん。だがあいつはこの時代にも存在する。自分の印はあいつに刻まれたものだ。記憶を失う前の自分は50年前と同様に念事物を使おうと考えていたらしい。念事物の汚れを払うため H 神社に置かれたらしいが、いつの間にか失われていた。これは記憶を失う前の自分にとって予想外の出来事のはずだ。うん。もうすぐ九条館に着く。通い慣れた道を走りながら最も重要なことを考え始める。そう、あいつの正体だ。でもやっぱメリーしかないよね。あいつの正体について確信はないが予感はある。あれこそあいつがあの場所にいたという痕跡だ。あいつは50年前地下壕で官能兵を起動させた。やがて九条家の当主に力を封じられたが、その後九条館に引き取られたはず。あいつはもともと天仏計画のために九条家を供出した霊具の一つだったからだ。もう誰も自分しかいないでしょうね。うん。みんな解散しましたから。ハンドルを握る手に力が止まる。もしあいつに対して何か打つ手があるとしたら、それは九条館にあるような気がした。明確な根拠はないが、失われた記憶の断片が自分にそう支えきかけているのかもしれない。じゃあメリーはさ、一回壊れたけどさ、あいつまだ生きてんの？で、九条館最終決戦です。来たー。すまん俺やわ、じゃねえぞ。ホールの様子はいつも変わらない。うわっうわっ、ヒールが焼けるように痛む。今まで一番熱くするといったみたい。マニパでメリーと最終決戦。どうやらあいつはもう自らの気配を隠す気がないらしい。ハイファイルの新しい情報を追加した。真実へ。最後にバンシーに会った日、記憶を失いつつある俺は彼にあることを頼んだという。もし自分が記憶を完全に失ったら H 神社へ連れて行ってほしいと。理由は社に納めた念事物とやらを回収するためらしい。だが実際に神社を赴いてもなぜかそこに念事物はなかった。印が起こす障害に対してそうまでしてかけた保険は無駄だったということだろうか。だが追い求めた真実へ、今まさに近づいた予感が俺にはある。九条館の扉を開けてから俺はこれまで5体の怪異を退けた。そしてそのどれもが俺に印を刻んだ怪異ではなかった。とすれば俺が対峙すべきあいつはどこにいるのか、過去の俺は知っていた。そして何かを準備していた。ならば止める術があるのだ。恐れるな、己を信じろ。多分クライマックスですね。来週のあのゲーム、来週は NG をしようかな。トーク。うわー、お前復活しとるやないか。おい、また会えましてね。ちゃうぞお前、何復活しとんねん。知らん間に。気持ち悪いよお前は。マジでほんまに気持ち悪いわ。可愛いけど。メリーが優しく語りかけてきた。今ならわかる。その言葉の裏に隠された彼女に血塗られた悪意が。可愛いけどお前絶対許さんからな。タイムトゥーロール。おい、もう再生していたのか。丸一日の時間をいただけましたから十分でございます。あのウサギが襲いかかってきたのは驚きましたが、そういう予想外の事態もなかなか楽しゅうございますね。メリーをH神社に連れて行った時ウサギを見かけたが、あの時メリーの正体に感づいたのかもしれない。あのウサギ、トロードン様を思うまり無謀な真似をしたものでございますね。正体を知ってるのか。それはご自分でお考えくださいませ。あなた様が何者であるのか、それさえ分かればおのずと答えも出ましょう。もっとも私の刻んだ印がある以上、それも不可能でございましょうが。九条家の人間にことごとく印を刻んで殺してきたんだな。なめっぷしとる。うん。なめてきてるよね。自分に印を刻んだのはメリーだった。
予想していたとはいえ、その事実に呪詛のような禍々しさを覚えた。お前は何が目的なんだ。聖者は死の普通へと追い詰めて、恐怖と絶望に染め上げる。悪党って自分の計画を喋っちゃうんだろう。それはね、可愛いからいいやじゃねえわ。それが怪異の喜びであると前にご説明したはずです。そのためにあなた様に協力していただいた次第でございます。お前の喜びのために俺が利用された。協力だと何バカな。まだお気づきになりませんか。あなた様は怪異の住処へ哀れな印人を連れて行ってくれたでありませんか。まあね、未知なる怪異の存在に震え、差し迫る死に恐怖する印人の姿、その恐怖や絶望や誠に心地よいものでございました。クジラの横顔帽子クジラの横顔帽子って呼ぶのクジラの横顔帽子って呼ぶ人初めて見たわ。お前が俺や印人に協力したのは、印人を恐怖させることが目的だったということか。分からせたいよね。メリー分からせるしかない。もちろんでございます。殺すだけなら印の呪いで死ぬのを待つだけで良いのですから。それに噂はそれだけではございません。印人は大勢で行動してはいけない。館の外の人間と接触してはいけない。それも全て皆様を極限の状況へと追い込むための方便です。まあなるほどね、適当な嘘をついてたっていうことですね。たやすく信じてくださいましたね。まあ記憶がなかったからね。メリー可愛いけど、メリーがこうやって話しているのは自分に絶望的な事実を突きつけ恐怖を与えるためだ。やばい人や。まあね、今の自分の顔は蒼白になって醜く歪んでいるはず。メリーはさぞ満足しているだろう。まさか怪異もそのためにお前が生み出したのか。さようでございます。お前八王子の治安悪くしてたん全部お前やないか。だからクリスティ様が印の原因を仏像のたたりと勘違いされた時は誠に面白うございましたね。伏線の回収が雑その愚かさがおかしくてついつい笑ってしまいました。嘘だったのか。当然でございましょう。壊れた仏像などに何かできるわけがありません。気のせいだろうか、メリーの言葉がかすかに詰まった気がした。市長としてはこのマフィアのボスを逮捕っていうか、もうドゥテルテ大統領並みにもぶち殺すぐらいの勢いでいかないと。50年と少し前、私は九条家の当主に力を封じられましたが、5年前九条家の倉庫で目を覚めました。その時はまだ喋ることすらままならない状態でしたが、八王子のナチュラルエネミーですね。メリー表現すんのかな。私が目覚めただけでも影響を受けた者がいたようです。邪気に満ちた地で無念の死を遂げた者が怪異と化したようでございますね。H 小学校の虐待、蜂蜜家族の集団自殺、長谷川聖子の暴行と自殺、いずれも5年前に起きた事件だ。こんなんで喜ぶなんてメリーもフォールガイザーします。そんなもん味えないから。いや、今からメリー殺すから俺が。そして1ヶ月と少し前のこと、私は力を完全に取り戻すことができました。その時50年前に私とつながりを持った仏像が動き出したようです。起動した仏像に殺された女も私の力の影響を受けたようでございますね。観音兵と塚のことに違いない。怪異となった塚はメリーの力を目の前の観音兵からの典型と勘違いし、シュラ様の声に従って自分をズー先生へと変貌させたのだろう。メリーマストドンインスタンス立てる。そこまでの地の、まあでも力を取り戻した私は50年前と同様、怪異たちにある力を授けました。皆様を恐怖に追いやるための力であり、私と皆様をつなげるための力でもある印でございます。なるほどね、パルパティーンですね。味方だと思ってたやつが実はすげえ敵だったっていう。俺たちを追いやるのはわかる。だが俺たちと自分をつなげる必要なんてあるのか。怪異ドン立ててほしいな。確かにもちろんでございます。皆様とつながってこそ皆様の恐怖が私に伝わってくるのですから。今だってそう、トロドン様、私が怖いのですね。まあどうせバレてるしな、黙っとこうかな。声も出ないほど怯えてる。ちょっと言葉攻めされるとちょっとエッチな気持ちになりますね。それちょっとエッチな気持ちになりますね。恐怖で感じてる。まあそういうことだね。俺の怪を見せてやる、ボロンで。いや、ちょっと声も出ないほど感じてる。いや、キモじゃねえ。いや、なんか、まあいいです。はい。あ、メリーの端正な顔にひびが入る。え、キモじゃねえよ。あなた様が印に抗うと宣言したあの時から、
今日という日をどれだけ待ち望んだことでしょう。メリー表現するにはこの10日間印を通じて味わったあなた様恐怖はねっとりとして濃く糖蜜のようにか、ちょっとエッチやなこの表現もな。メリーの催眠音声 DL サイトで買え。それを味わうたびあなた様を壊したい衝動に駆られた。ですが待ちました、金の卵を産む鳥を閉める愚者はおりませんか。ああでももう我慢ならない、熟れた果実を握りつぶし滴る果汁をすするように壊れゆくあなた様から溢れ出る甘い恐怖を舐め尽くしたい。エッチだけど顔が怖い、顔が怖い。エッチだけど顔が怖い。ちょっと待って、うわー、思考が急速にぼやけていく。今まで何度も見てきた夜明け前のシルフィシー人の様子の変貌、あれが今自分に起きているのか。トロードン様お待ちください、ここ殺しま、このソファーの方からメリーに立ち上がる音がした。このままだとウサギと同じ運命だ、逃げなくては。我が部屋の赤き中を調べろ。まずなんで夜明け前に死ぬのかの回収はどうなってんだよ。身分じゃないから、そうだ、あの声だ。我が部屋。よく考えろ。この声の主は誰だ。え、そうか言っていた自分を大切に思う誰かの声だと。まあ、九条さやの部屋なんじゃないかと、思うけども。九条さやでしょ。黒いウサギは九条の娘。あーどうなんやろ。階段を駆け上がり九条さやの部屋へと飛び込んだ。回収に困るとサイコパスがやったことにして解決。部屋はホール同様闇に包まれていた。我が部屋の赤き中を調べる。そこに何かあるんだろうか。だがどこを調べればいい。クッションの中を調べたいけど、これはね、あでも床かな、やっぱり。まあ、床、こうなると床しかないね。床になんかあんの。でもそんな床には九条さやの血痕が広がっていた。あれから10日だ。もちろん乾いている。暗くてよくわからなかったが血痕の上に何か置いてあるようだ。前に調べた時には何もなかったはずだが、手に取るとそれは小さな巾着袋だった。中には円筒形の硬いものが入っている。窓から刺す月影の元で確認すると、おお、それは小さな仏像だった。まさかこれが念事物なのか。仏像は血痕のようなもので汚れ、まがまがしい空気をまとっている。汚れがまだ払われていない。沈着袋ではないわ。見た瞬間自然とそのことが理解できた。そして芋づる式念事物のことを思い出していく。50年前、九条家の当時はこの念事物でメリーの力を奪い取り、念事物を彼女の中に入れて封印した。1ヶ月と少し前、メリーからそれを取り出したのは、自分だ！中二物ちゃうわ。それによってメリーが力を取り戻した。この時見た念事物の姿は今と同じ、汚れがあった状態だった。50年間、メリーの力を封じ続けた結果の汚れだ。何してんねん、こいつ。汚れを払うために自分は正常なる H 神社の境内に念事物を置いた。汚れが払われるには時間が必要だったからだ。今はもう7月、名護市の払いは過ぎたはず。なぜ汚れが残っている。あの日黒いウサギが加えていたもの、それがマスターキーではなく念事物の入った巾着袋だとしたら、念事物は7月より前に H 神社を離れたことになる。神社の前でメリーを見たウサギは彼女に念事物が見つかることを恐れ、やむを得ず持ち出したのだろう。隣の部屋の扉が開く音がした。メリーはこちらを探しているようだ。メリーは印人の気配を察知できるはずだが、どういうことだろうか。もしかするとサヤの血が自分を守ってくれているのか。自業自得よね、なんか。それを我が最後の場所に、我が最後の場所。耳元でまた声が聞こえた。声主であろう彼女の最後の場所がここでないとしたら、あとはあそこしか考えられない。メリーが隣の部屋にいる間にホールへと駆け下りた。そしてメリーのソファーの間、ウサギが死んでいた場所へ向かう。怪異に追い詰められたび声をかけ救いの手を差し伸べてくれたもの、もしサヤの身代わりがいたとすれば、あのウサギことそうに、こそそうに違いない。ふと手元へ視線を落とすと、あ、汚れが、いつの間にか念事物の汚れは消えていた。
さやこれでいいのか。死してなお記憶を失った自分と見守ってくれた彼女に声をかけた。ウサギ、電磁物を人形の呪力の源たる黒き死因にかざせ。だから右腕のあのあざにってことですよね。どこかで愉快たんきしむ音がした。ウサギの正体激落ちくん激落ちくんちゃうわ。まあ激落ちくんやけど、顔を上げ真っ黒い闇をいただいてそびえる正面階段を見据えた。うわーうわー、正ヒロイン九条さん、みみ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 つけまままままじじじじたた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 。激落ちくんバイトでさら、うーわ印が痛み出す。頭の中真っ白になる。すっげえ綺麗になるよね。激落ちくん、激落ちくん最強説。最終ラウンドメリーが近づいてくる。体が言うこと聞かない。ふーメリー、メリーさん、あードロードン様ママさーわわわわ。メリーが首に触れた。首がえ、何もできない、何もできずに死ぬよこれ。え、電磁物を握り手に力を込めた瞬間、霞のかかっていた頭がクリアになった。激落ちくんなんとかしろ本当に。下の名前で呼べていきはそう。しかしまた急激に意識をぼやけていく。今ならまだなんとか腕が動きそうだ。電磁物を呪力の源たる黒き死因にかざせ。チャンスは一度だ。メリンどこにいんの。それはもう右腕でしょうね。激落ちくんを右腕にさらすと。鉛と化したかのように重い手を動かし、念磁物をメリーの右腕へと押し当てた。黒き死因ですか。メリーは隠しているが、黒き死因は右腕にあったから。お尻ちゃうわ。お、育っちまいぐるせ。メリーに次々と印が浮かび上がる。血の色をしたその印は彼女に殺された人々の呪詛なのかもしれない。やっぱりこいつも悪い。絶頂しましたね。よし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 。なんかこの死因を始めた時にメリーが黒幕なんじゃねって言ってる人が何人かいたけど、いや最終的にやっぱメリー黒幕やったっていうね。メリーは粉々に砕けた。やっぱこいつフォールガイズ やったな。次のショーでお会いしましょう。あっけなくて草。激落ちくんなのに落ちないやん。そうちょっと右腕と視線を移す。おーいけるやん。印は消えていた。やったのか。ついにやったんだな。思わず気持ちが口から溢れ出る。さやの犠牲の末に得た結果だ。大断円とは言えないが、今くらい無邪気に喜んでもいいだろう。蘇るくちゃら封じたんや。くちゃら花嫁は俺が。お、頭の中を覆っていた霧が晴れていく。穏やかにだが、緩やかにだが、記憶が戻りつつあった。うん。改めて薄闇に包まれたホールを眺めた。自分はこの九条家のことをよく知っているはずだ。なぜなら自分はいつの日かのように2階の時計の鐘が狂ったようになり始めた。ちょっとフラグ立ってる感はあるよね。まあまあまあ、近づくと鐘の音やんだ。その様子まるで意志があるかのようだ。そういえばこの振り子時計は手先の器用な九条家の祖先が作ったと聞いている。もしかすると例ののみが使われたのかもしれない。そうだ、この時計に。時計の戸を開き中に手を突っ込んだ。ほう、硬いものが手に当たった。取り出すとそれはボイスレコーダーだと。再生ボタンを押すと、ほう、聞こえているだろうか。聞こえているだろうか。九条正宗だ。ほう、レコーダーから流れていったんだけど、よく知っている男の声。自分のものだ。万が一に備えこういった形で記録を残しておくことにする。書類やファイルはあの人形に処分されるかもしれない。だが文明の利器ならば気づかない可能性がある。
チャックを下ろし中に手を突っ込む。すると硬いものに手が当たった。何をしていようとしているんですかね。声を聞いているうちに少しずつあの時のことを思い出していく。めっちゃイケボやん、トロードンか。お前、俺はイケボ配信者としてやっていきたいんやけど。これを録音したのはメリーに印を刻まれる直前だった。さて何から話そうか。イケボドン、そうイケボドンです。よろしくお願いします。事の始まりは5年前、俺が苦情期を続いてから2年目のことだ。妹のサヤと倉庫を整理していた時、あの人形の入ったキリンの箱を発見した。封を解き一目見た瞬間からまがまがしいものだと分かった。メリー、現代社会に適応できてる。まあ文明の利器が分からないみたいですからね。あ、ヘギボ専門じゃねえわ。だがその正体を理解するまでには多少の時間がかかった。記録が残っていれば早かったんだが、50年前人形の力を封じた俺の曽祖父は記録を残す間もなく急死した。おかげで人形のことは子孫に伝わらなかったというわけだ。ごめん、ビールがむせた。それでも俺はその人形が戦中に陸軍研究所に供出されたものだと突き止めた。ごめん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 。あのめっちゃ喋っててんけどマイクのミュート解除できてなかったわ。ごめんごめんごめん、生きてた生きてた、ごめん。ちょっと咳してたからさ、マイクのミュート解除してたんやけど、でマイクミュートしてたんやけど、マイクロフォンのショット。メリー、そうメリーね、ツイッチでフォールガイズ配信してめちゃめちゃぶち切れたら、同じあの試合やってた他のやつらに多分印が刻まれるような事故が起こりかねんから、やめよそれは。危ないから。俺がサヤと連絡を取れたのは彼女が家督を継いだ後だった。家督争いなどバカバカしい。だが俺はサヤにを説得し、表向きは行方不明のままにしてもらった。もっとも戸籍上の九条政宗はちゃんと生きている。そうでないとパスポートの免許も発行できずに不便だ。話がそれたよ。人形の話に戻ろう。そんな幽霊みたいな俺がこの国へ戻ったのはつい最近だ。海外で心霊術の専門家の話を聞き、人形を放置できないと判断したからだ。呪力を抑えるためには人形の中にはとある念磁物が入っているのだが、その念磁物の呪力を吸収する力が限界に近づいていた。このまま放っておけば念磁物は壊れる。そうなれば人形の呪力を抑える手段はなくなってしまう。それが考えうる最悪の状況だ。ではどうすればいいのか。俺の出した結論は人形から一時的に念磁物を取り外すことだった。取り出した念磁物を正常な場所に1ヶ月ほどいて汚れを払い、また人形の中に埋め込み直せばいい。念磁物と人形丸ごと H 神社に置けばよくね。どうなんやろね。それは汚れ、そのメリーの中にいる時点で汚れ続けるから、でもその一回こうメリーから話すっていう作業が必要なんじゃないかな。これが成功すれば数十年間は人形の力を封じることができる。問題はその1ヶ月だ。念磁物を取り出した後の人形がいかなる呪いを振りまくのか予測がつかない。このダッチワイフ、まあさっき完全に破壊したっぽいからいいんじゃねという気がするけど、エッジ神社が荒れてたのは戦後の混乱で、まあ、荒れ果ててたっていう。でまあ実際はそれは今回の一件には何の関係もなかったっていう。
もちろん最悪を防ぐための努力はするが、俺の力など念じ物に比べれば慈悲に等しい。人形の力を抑えられるとは限らない。50年前の惨事のように犠牲者が出る可能性もある。だがこれは必要悪だ。確か保守管理をしなくなったんですよ。こいつは当主じゃん。あーなんでやろうね。確かにそういう意味では九条家がなんで一神社とのその保守管理とかせんようになったのかっていうのは気になるよね。そう、結局妹死んじゃったっていうね。より大きな犠牲を防ぐためにはやむを得ない処置なのだ。俺はこれから人形を解体し念じ物を取り外す作業に入る。願わくば俺の想像するような最悪の事態が発生せず、この記録が無駄になることになる。まあ何の意味も、まあ、無駄にならなかったっていうか、なんか最悪の事態になったような気がする。もしもこれを聞いている君の友人や家族が呪いの犠牲となったのなら、すまなかった。でも犠牲者いなくね。最悪、まあ犠牲者最悪、最初の一番最初の小学校の時のあの警備員が、まあ強いて言えば犠牲者かなって気がするけど、メリーがフォールガイズ実況してる様想像して本当くさやしてる。妹は、そっか、妹もまあ犠牲者か。まあ、じゃあ妹とあの警備員が犠牲者かな。だから、警備員が一番かわいそうやけどね、正直。クソ。爪が手のひらに食い込むほど拳を強く握りしめる。テープの声は自分のものだが、他人に対するような怒りを覚えた。その1ヶ月、印によっていくつもの犠牲が出た。自分自身も妹のさやを失った。それも声を言うの言う闇を得ない犠牲の一つなのだろうか。自分はそれが許せなかった。記憶を失ったあの時から自分はトロードンのチンポなのだ。やめろ。トロードンのチンポなのだ。やめろやめろ。自分はトロードンのチンポ。マジでやめてほしい。もうやめろよ。なんだこれ。なんだこれ。ブックオフに売るか。もうね、ずっと喋ってるからね、ちょっと喉がね、喉がだいぶ疲れてきてるんやけど、九条政宗の所業に対して怒りを覚えて当然だ。不意打ちんぽ。ほんまに、不意打ちんぽなんやねん、マジで。あれから2ヶ月と少しが過ぎた。時折吹きつける肌寒い風が夏が終わりに近づいていることを告げる。その2ヶ月の間、印にまつわる様々な後始末があった。九条さやの供養にウサギの埋葬、生き残った印人たちとの連絡、越智市近郷にあった仏像の供養もそのうちの一つだ。仏像は印と関係なかったようだが、放っておくのも忍びない。何より事情を知ったクリスティが黙っているわけがなかった。クリスティ指導のもと、安岡、ダイモン、バンシーの協力もあって、壊れた仏像を地下壕から運び出す、H 神社の境内へ供養した。自分はトロモドンのおちんぽなのだ。今では自分の記憶もすっかり戻っている。だが未だに自分が九条政宗だったとは思えないでいる。過去の思い出も紙に書かれた記録を読んでいるような感じだ。
とはいえ戸籍上自分が九条政宗なのは事実だ。九条家は自分が継ぐこととなった複雑な心境ではあるが、これも自分を救ってくれた九条さえの恩返しと考えるべきだろう。山本もな頼りになりますね、うん、菊政宗ではないわ。九条政宗についてたが、彼は7年前九条家に当時となった。学級肌の内向的な男で人付き合いは良くなかった。表に出るのは九条さえ任せていたので、彼の顔を知っている人間もまれだろう。写真もマイナーな地元の新聞に載ったものくらいしかない。九条政宗が九条家の倉庫で偶然メリーを発見したのは5年前だ。そこから運命は大きく変わった。メリーのことを調べるため海外を旅行していた時のことだ。ある国で事故に遭い、半年ほど意識不明の重体となった。さらに運の悪いことに、その国の手違いで身元不明の旅行者として扱われた。それが不幸な出来事なのか、メリーの呪いなのかは分からないが、ようやく祖国と連絡が取れた頃にはさやが九条家を継いでいた。あとはテープで語られていた通りだ。なるほどね。一番の予想外はメリーの力が想像以上に強大だったことだ。八王子経済新聞。彼女の力を抑えるため、こちらに準備した霊的な対処はまるで役に立たず、予想よりも短時間で記憶を奪われてしまった。そもそもメリーとは何だったのか。一説によれば、19世紀にある人形師が魔術的な方法で作った人形らしい。また別の説だと、非業の死を遂げた少女の霊が人形に宿ったのだとも言う。諸説あれども、結局あのような人形が誕生した経緯は謎に包まれている。ただ事実としてメリーの持ち主は次々と無残な死を遂げていった。そして大正の昔、皇族だった当時の九条家当主が手に入れたそうだ。呪いの話を知らなかったのか、信じていなかったのかは知らないが、メリーの謎を探るため我々の調査班はアマゾンの奥地にはメリーの謎はないやろな。それが後に惨事を引き起こす。オリエンタル工業は関係ないわ。メリーが明確な意志を持ち、怪異を生み出すほどの力を得たのは、例の地下壕で大惨事が起きる直前のようだ。あそこに渦巻いていた実験の犠牲者や仏像たちの怨念が覚醒のきっかけとなったのかもしれない。オダムドメイドインジャパンではないでしょ。だから今の話の流れ的にメイドインジャパンじゃないっぽいけど、メリーの正体が何しろ彼女のせいで多くの人間が運命を狂わされてきた。その中に自分や他の印人たちもいるわけだ。怨念が怨念はもうええやろ。怪異の夜を生き延びた印人たちに近況についてだが、織田無道のフェラーリ、飛行せない物理攻撃によりすぎでしょ。渡辺萌はオカルト雑誌月刊オーパーツのアルバイト記者になったそうだ。お前、高校生やろ。怪異の話を聞くために九条館へインタビューに来ることもしばしばだ。まあ、可愛いから OK です。吉田司は1年後の受験戦争に向けて塾通いで忙しい日々を送っている。彼からの手紙には全国模試の結果が良かったと自慢げに書いてあった。まあ、頑張ってください。お、マスター悟には以前の約束通りに一杯おごってもらった。クソガキじゃねえか。彼はどうやら探偵業を始めようと考えているらしい。一緒にどうだと誘われたが、果たして本気だろうか。長島翔は相変わらず喧嘩とバイクの気ままな日々を送っている。ただ最近どういう心境の変化か、近所の草野球チームに入ったよ。いやー、草野球チームに入るっていいですね。マスターほんまにさ、マスター新ヒロインやと思うわ。有村クリスティは過去の恋愛遍歴をまとめた暴露エッセイを書き始めたらしい。ちょっと待て、山本もな、芸能界へ返り咲くための第一歩のようだ。いいんですか、彼は長嶋茂雄の孫です。一茂の息子よね。だから多分森宮すずは無事に父親と会えたらしい。その後自分両親の復縁のためのアドバイスを求めてくるようになった。それが役に立ったのかどうか謎だが、最近は家族3人で食事をする日もあるという。山本もダメだろ。すずちゃん可愛いよね。中松瑛太、相変わらずの調子。電子掲示板の巡回を生きがいにすんな。お前いい加減真面目に働け。ただちょっとした変化として最近は職案に通い始めたよ。いいよ。定職についてすずの見本となる音になりたいそうだが、何も言うまい。まあこいつについてもどうでもいいです。ドクター中松職案ワロタ。柏木愛はラブ&ヒーローの一員としてテレビで見かけない日はない。約束通りにチケット送ってきたが、この年で若者向けのライブを一人で見に行くのは勇気がいる。
確かにマストドンやってそう。めっちゃわかるそれ。安岡十和子は今まで通り銀座で占い師を続けている。彼女はどうもこちらのことを霊能力者だと思っているらしい。霊障に悩まされる客に九条館を紹介するのは勘弁してほしい。夜のライブさせてほしいな。疲労まどかは研究員として日々の傍ら地下壕へ通っているようだ。よくバンシーと揉めているが、その愚痴を自分にこぼすのはやめてほしい。義母愛子頼りになった。本当に一番信頼できたかもしれんっていう。大門修司は胸の使いが降りたのか体調が少し良くなったらしい。今は地下壕の情報公開と慰霊碑建設のため関係者の説得に勤しんでいる。医者としての仕事はどうなってるんですかね。メガネマジで、ちょっとメガネの人あんま好きじゃない俺も。医者は寝た方がいい、確かに。なんか大門人気地味に高いよね。バンシー伊藤は愛しき我が家である地下壕へ戻ったようだ。たまに香ばしい匂いを漂わせながら九条館を訪れる日もある。メガネはほんまにちょっとね、もちろん飯を炊かるためだ。てかメガネ見た目はともかく、ちょっと性格的な面ではあんま好きじゃなれない俺は。印人なんだかんだで九条館通ってたりして好き。まあなんかこう、あの関係が途絶えてないっていうのがすごいいいよね。さてと、休憩を終えると部屋の隅に置かれた作業台へ向かう。トロードンは相変わらずマストドンに入り浸っているらしいが、最近はミクシーにも出没し始めたらしい。SNS 地獄やめろや。メリーはこの2ヶ月のうちにいつの間にか元の姿を取り戻していた。霊的な力は完全に戻っていないが、つくづく恐ろしい人形だ。長い年月彼女の力を封じ続けるためには、ただ念じ物を埋め込むだけではいけない。様々な霊的な対処を行う必要があった。メリーやっぱすごいな。その準備に時間がかかってしまったが、それも今日で終わる。1000個目超えちゃうっていうね。すべての作業が済んだ後、メリーの中へ念じ物を埋め込んだ。これでようやく終わった。メリー強すぎるやろ。服を着せたメリーを抱えると霧の箱へ入れた。5年前この箱を開けた時からすべてが始まった。日本が誇るオリエンタル工業。薄暗い箱の中でメリーがこちらを見ている。今の彼女に意思があるのかどうかわからないが、数十年後には念じ物が力を失って力を取り戻すのは間違いない。メリーを早くツイッチ配信なんでやねん。メリーの意思はもう止めたんや。それまでに必ずこの呪われた人形を滅ぼす方法を見つけてみせる。その日まで。おとなしく眠っているメリー。なんかね、死にそうな気するよな。お、ということで、シーン、完、ということで、終わりました。はい。ということでね、エンディングです。ありがとうございます。はい。立花梨花やばいわよ。あれやん、オリックスバファローズ若月健也の嫁じゃないですか。いやー本当にね、いや楽しかったし、まあでもなんか結構マジ怖かったんやけど、正直結構怖かったんですけど、あと今日の配信に関してはちょっとなんかやっぱね、ちょっとホラゲー配信はちょっとなんかね、やっぱ長時間やるともう終盤喉が死んでくるってことが分かった。エンディング取り台ありがとうございます。本当もう3時間ぐらいやりましたけど、今回マジでもうちょっと喉がねだいぶ疲れましたね。オリファンは何をやってもない。違うオリファンも何をやってもダメだけど、それでも何をやってもダメなチームをそれでも愛してるっていう、そういうことなんじゃないですか。くちゃら女はなんでくちゃくちゃ音がしてたの。なんかガムすごい噛んでたんじゃないですか。チーム村正会員って何これ。でもストーリー展開していくゲームだと飽きないからよ。そうだから、ちょっと来週からはちょっとこのシーンの、なんかこう、同じ世界観というか、まあそういう、まあ続編じゃないんやけど、まあそういう感じのホラーゲーの NG ってやつを、ちょっと次回からやっていきたいと思います。はい。ノベライズして伏線きっちり回収して、ノベライズ気になるね。タイトルに面影が追加されました。面影ではグラフィックの閲覧が可能です。またちょっと八王子かどうかちょっと知らないんですけど、とりあえず同じメーカーの同じような感じの、まあノベルホラーゲー的なゲームをの NG をやっていこうと。そして、